岡のギャラリーのロペコです。ハンドメイド作品をご紹介していきます。かわいいフェルト作品です。大きく笑う黒の石子くん、頭の上にちょこっとテントウムシ、そして四つ葉のクローバーです。底部分ですが、このようにタックが入っててふっくらしています。後ろです。ツバメが飛んでいるデザインです。ボールチェーンがついているのでバッグなどにセットできます。口部分はバネになっています。縦に長いのでペンなど入れても良いです。大きめのメガネと一緒に撮影してみます。余裕の大きさです。こちらはワンちゃんのストラップです。アップで撮影します。エトシリーズのワンちゃんですが、年中お使いいただけるデザインです。後ろと手に持った時の大きさです。妹子さんのエトシリーズは毎年集めてる方がいます。セットするときはカニ缶を一度外してください。作品の詳細ページを動画の中からリンクしていますので、ご覧になってみてください。